7人がいたらメモればいい。まもなくゲームスタートです。まあ、今後ね、身分を確認してください。こんな感じで長く、まあ、試合に関しては時間短いんですけどね。ずっと待ってる時間だから、待機時間だから。夜が来ました。目を閉じてください。一応置いとくけど、別に。変な音声あれば分割して後でパッと出しておくね。前のやつだ。788も修正があるんですよ。789は相方の暴言だけ消せばいいな。前のやつもやんないとね。あ、嵐いたら、名前メモるだけ。戦ってた人とかは、問題ない人はわかるんだけど、わかんない人、男子だね。昨夜は誰も知りませんでした。問題なければちゃんとやる人だってことだからね。嵐とちゃんとやる人のデータが取れれば、5番より嵐のプレイヤーは発言してください。はい。特に CEO なしです。まあ、素直な意見を、まあ、聞きたいって言うくらいかな。女性陣もいないし。あ、女性陣いても村だったらヒルちゃんは冷酷なまでにするけど。まあ、本当に素直にそれを思ってるかどうかっていうのはまあ、わかんないんで。村だから別に結局陣営がどうこうっていうのも。影響はないし。ゲーム終わった後しかわかんないんですけど。マジで影響ないし。最近思うのは、やたら視点透けしてるから、狼って言いたがる人多いなと思うんですよね。なんか例えば、5番さんがかわいそうだから、1周目から占い出てあげた方がいいんじゃないか、だけで視点透けしてんじゃないか、みたいな発言する人いるので、まあなんか発言に気をつけて、本当に思ってることを言ってください。本当に思ってる前提で聞きます。6番のプレイヤーは発言してください。はい。霊能は初日出ればいいんですか ?1 周目、2周目。はい。決め打てばいいんですか縄が無駄なんで。はい。天助。うん。まあ、そう取る人もいるけど、本当に村で、色がわかんないけど、その人の方が村ケアで言ってる可能性もあるからね。安易に人狼が白を見えていて、そう言ってると取るのも間違ってる時もあるし、当たってる時もあるでしょうけどね。うん。まあ、まあ5番の経験の中で何かあったんでしょうね。おそらく。はい。まあそういうことがあったと。うん。まあだから多分、ちょうど発言に気をつける人だとは思うけど、まあ始めたように素直に言えばいいんじゃないですか。うん。誤解してる奴がいたらそれはしょうがないんじゃないですかと思う。うん、人外で黒塗りしてるかもしれないから、5番が思うように言えばいいんじゃないですか、村だったら。気にせずに、はい。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、占い師、4番白でした。4番白。うん。まあ、5番、6番、共にアプローチはないと思ってます。2周目のグレースケール聞いてから判断しようと思います。あとは、特になし。キッさん疑ったら出てください。俺がね、疑ったら。はい。まあ、2周目頑張ります。8番のプレイヤーは発言してください。はい。占い師にしろでした。まあ、現状5、6わかんないし、7も強かどうかはまだわかんない状況なんですけど、まあね、人外要素じゃないんだけど、多分、6番さんの思考って多分5番さんと同じだと思うよ。5番さん自身って素直な意見が聞きたいって言ってて、視点透けしてるから狼だっていうやついるけど、そういう人間ってどうなのっていうことが分かりづらく言ってたと思うから。6番さんとしても、普通に人外だったと思ったとかすればいいんじゃないの。で、村ケアもしてるわけでしょ。その視点透けしてるっていう人間に関しての村ケアも6番さんしてる段階だから、多分5と6って言ってることは一緒だと思ってたから。まあ、6番さんが5番さんの聞き取り違いをしてたのかな、くらいかな。ただ、それって人外要素じゃないけど、一応、まあ、戻す上で言ってるだけです。
まあ、役に関しては自由に置いてください。9番のプレイヤーは発言してください。変だったね。何のためにやる気ないのにこのゲームに入ってんだろうね。のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、お願いします。まあそうですね。9番さんがおそらく、まあ、できないタイプ。うん。はい、把握です。まあ多分9釣りで続行になるのかな。まあ5番さんの位置で。じゃあ僕フルオープン提案したいですね。まあ9が役の可能性もあるので。はい。まあぐらいね。5と6ってさ、そんな、6って5番になんか批判的な意見みたいな言ってたっけ？まあ、その8の6番は5番と言ってること同じだったよって。6、じゃなんかちょっとふわっと聞いたからさ、ちょっとあんま細かいな覚えてないけど、6、視点助うんたら、ちょごめん。なんかあんまピンともなったんだよ。ちょっとふわっと聞いたから、その明確に言えないから、まあ、ちょっと2周目。初期の名前つけてる人って危ないよな、はい。まあ以上です。初期の名前なのかな、ね、多分、9ですね。9はできないタイプだと。何のためにやってんだろう、この人。2番のプレイヤーは発言してください。はい、しようないです。5番さんは視点付けする発言やめましょう。で、6番さんは、まあ、批判ではないですよね。5番さんの経験でこういうことが、そういうことがあったんだろうねって。ただ、6番は村ケアとかそういうのもあるだろうから、気にせず発言しましょうみたいな感じだったと思うので、5番は気をつけて発言してねって、6番は気をつけて、気にせず発言しましょうみたいな感じだったんで、8番さんが5、6一緒だよって言ってるのは、ちょっとなんか、腑に落ちないところはありますけど、でも7番も7番で、5、6への模索って何もなかったなっていうふうに感じ取れました。はい。そんな感じですか。はい。まあ、今、落とせるもの、感じたものをそのまま言わせていただきました。あ、1番さん触れる時間なかった。すみません。3番。のプレイヤーは発言してください。はい、この後の輸入販売業やっております。よろしくお願いします。村人陣営です。7番さんが4番さんにしろ、8番さんは2番さんにしろでよかったですかね。最初の方8番さん聞き取りづらかったです。で、2番さんはちょっと捉え違いしてんじゃないかなと思って、5番さんはまあ、たわもない話をなんか悪意的に解釈する人ってどうなのっていうことを言ってんじゃなかったでしたっけ。なんかそれって色付けしてますよねって、いや、そんなこと言ってないだろうっていうのを悪意的に解釈する、そういう思考はどうなのっていうことを言ってたと思うから、2番さん捉え違いしてんじゃないかなとは思いました。まあ、2周目次第ですけど、まあね、9番さんも釣り、ほぼほぼ確定してると思うから、そうですね。まあ、霊能の位置次第にもよりますけど、まあ、2、4番さんの、まあ、クロスした方がいいんじゃないかなとは思います。はい、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。はい、霊能者です。霊能者です。まあ、続行する場合は、9フルオープン、5番のうちフルオープン、カレードも出て方がいいと思う。し、もう9番釣りが確定しているんだったら、9番以外の議論をすればいいと思う。から、まあ、そういう感じで2周目は、続行するんだったらそうしていけばいいかなって思ってます。基本的には、一角した場合、僕の対抗が出なかった場合は、あんまり、グレーとか占いの精査は、あんまり落とさないつもりです。今日は。初日については落とさないつもりです。はい。まあ、ルマス任せます。はい。5番のプレイヤーは、発言してください。まあ、続行すると思うんだけどね。こうなると色も落ちないし。
あんまモチベーションがっていうのもあるけど、まあ、一応、9番が騎士で乗っ取りとかあるとめんどいから、今のうちに出てほしいかな。俺の中では。85秒までに出なかったら9番さんを騎士として釣ります。あんま予想落ちてないんだけど、一個思ったのは3番さんでしたかね。3番さん。まあ、他に色落ちがないから、まあ一応言うと、まあ3番さんが盤面固まる前から、まあ9いなかったら9釣って、クロス占いでいいんじゃないですかって言ってたから、盤面固まる前にクロス占い定義ってなんか変だなと思って聞いてたくらいですかね。まああと、まあ本当にこれはもう、色落ちがないから、っていうか、喋るくらいなんだけど、まあ、俺は素直に言ってねって言ってる側だから、まあ、6番さんが俺に対して、いや、周りに気にせず5番は喋ればいいんじゃないって言ってるから、まあ、俺は素直に言う人だよっていう感じだから、まあ、8番さんが言ってることは、まあ、正しいかな。6番が5番に言ってたのは、まあ、思考は同じだよっていうのは、8番が言ってるのが正しくて、2番の方が捉え方としては違かったなくらい。だね。まあ、多分、こうなる以上、9、8、9、7もないと思うから、6、1、2の精査を2周目聞いて、まあ、明日の色結果とか見て判断するっていう形になるかな。どうしても色落ちない1日になっちゃったと思います。6番のプレイヤーは発言してください。はい。9つって。10番が人狼だったら、僕なら開示するけど、粘る狼とかいたらやばいなと思うけど、7と8に。わかんない。7、心境で9番切り捨てても勝とうとする人が1、2、5にいる。まあ、それよりは9番が、白なんでしょうけどね。強人とかであってほしいよなと思ってるよ。で、7、8がローで、で、相方探すっていう。であってほしいけど。ああ、そうなんですか。5番が何素直に話す人って言ってたんだ。ああ、めんどくさい人がいたら困るからっていう風な解釈したわ。うん。素直に言えばいいんじゃないですかね。別に今でも2周目でも色落ちできるんじゃないですか。ああ、ということで別に8番の組み取りが悪いわけじゃないってことね。はい。7番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ。占い結果を落とすだけですね。いつも噛まれなければいいなと思ってるぐらい。はい。急釣りから行って。俺の白は白なんで信じてください。俺の黒は黒なんで釣ってください。以上。8番のプレイヤーは発言してください。多分7はローかなと思って。7が強人で二郎構成だった場合に関して、まあ、これが9が人狼だった場合は逆、まあ、破綻というか話なくなっちゃうんだけど、156に二人狼いる場合に関しては多分めっちゃ切り合うと思うよね。そしたらたとえ翌日黒が見つかったとしても、その黒を見つかった場所に対してすごいHP が爆上がりするのがその叩いた側の人間になるわけだから、多分見打ち切ってくると思うんですよね。だから、その工程が156で見えなかったから、7自身に関しては人狼で相方いて、多分56の段階で結構もうこれ色落ちないのが普通だろうっていうのが結構着目としては強くなってるからこそ、まあ、なんだろう。7自身も色をつけずに発言飛ばしてきたって感じだと思う。まあ9でね、普通に人狼釣ればラッキーだけど、まあ、ないだろうとは。まあないだろうとは、ないこと前提に話した方が多分いいとは思ってるんで。知らないよ、俺。9黒でも。156、5に関しては。でも ご自身の3番3騎士出てる上での、この3叩きっていうのは、まあ直近になっちゃったけど、発言が直近になっちゃったけど、まあ正当性はあったと思う。なんで4番さんに関してまだ喋ってないの、クロスを願うのっていうのは、5番さん自身の3叩きは正しかった。で、6に関してはちょっと2周目隠す感じ。1に関しても6が5を叩いてないでしょって言うけど、俺自身別に6が5を叩いてることに着目を置いてるわけじゃなくて、6自身の5番さんに関する聞き取りっていうの、組み取りっていうのが違うんじゃないって言ってるだけだから。
一番釣りてえと思うけど9いきます。9番のプレイヤーは発言してください。1番のプレイヤーは発言してください。まあまあ、その初週の解釈、僕がずれてるのは申し訳なかったけど、まあ気をつるけど。5、6、1に2浪いない。スケール。バック上がりするから、ライン切るはず。別に、そんなことない。初週のあの議論で、まあ色落ちないので進んでるから、まあ、切れるほどの要素もなかったと思うから。だからもう無理に切りにいっても逆に怪しく見えると思う。だから5番、6番とかで、まあ、僕5、6でやってないとは思ってるけど、なんかその、殴らないからあんま二郎が見えないっていうのは薄いんじゃない ?8 の。だからまあ、占いは8の方変かなと思った。はい。あと僕の回、2番もさ、実際ずれてたわけじゃない。それでまあ1釣りで結構なるのかなとちょっと思って、まあまあでまあ僕の解釈を間違えてたのまあ僕の落ち度としても、なんかそのグレーに2浪いなそうだから7がろうっていう、なんか微妙だったから、まあ8の方が変かなと思ってる。まあ7も7であんまこそ落としてないかまあ微妙なんだけど、8の量の方が変かなと思った。はい。9釣って、グレーはあんまいる、6は8みたいな組み取りもある。なんで、僕が間違ってたわけだからさ、6個もずれてるんじゃないのと思いながら、なんかその、なんで、そのなんかフラットな、まあなんか8も8でいいし、5も5もでいいしってみたいな、なんかちょっと間違い認めない姿勢は、いや、まあ認めてたのか。まあ、認めてたけど、なんかちょっと褒めてるの、ちょっと微妙だなって思いながら聞いたけど、はい。わかんない、まだ。グレーわからんけど、もし8の方が若干偽かなと現状持ってる。はいね。はい。まあ、以上です。気を取ります。2番のプレイヤーは発言してください。はい。発言します。組み取り違い、聞き間違いですかね。すいません。なんかでも、発言に気をつけて思っていることを素直に言いましょうっていう5番と、気にせず言いましょうっていう6番って、一緒には感じれなかったんですけどね。ちょっと多分上辺だけすくっちゃったのかもしれないです。申し訳ないです。で、1番さんが2番も組み取れてないじゃんって言われたけれども、でも8番目線は2に白が出てるので、2をここで狼軸に置くわけにはいかないと思うので、1番さんそれは違うんじゃないかなと思って、まあ、6番さんにはそうだとは思いますけれども。ただ6番さんってもう2周目の発言で、ああ、8番さんの言ってることの方が正しかったんだねっていうふうにもう自分の初週の解釈を否定してしまってるので、ああ、こんなもんです。気を取ります。3番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、占い精査に関しては、まあ、フィーリングでしかないんですけど、まあ、今のところ7番さん死んで見てます。8番さんはいろいろ思考を述べてもらったんだけど、まあ本当に芯から考察してるのかなっていうフィーリングをちょっとあんまり感じなかったんで、まあ3番、8番さんが死んだったら申し訳ないです。4番さんに提案したいのは、まあ、4番さんが9番さんの色をやっぱり見といた方が村勝ち筋上がるよっていうんであれば、4番さん守ります。9番さんつってもどうせ白しか出ねえだろう。で思ってるんであれば7、8番さんどっちかに護衛寄せてもいいよっていうのはまあいずれどっちでもいいです。どっちの方が勝つ確率上がるかっていうのを4番さんでご判断いただければそれ通りにしますって思ってます。そうですね。まあ2番さんの捉え違いはまあ素直にまあ認めてらっしゃったんで、まあ、まあ捉え違いしたところでまあそれがローメかって言われるとちょっとわかんないですし、なんとも言えないですね。まあ、ちょっとフィーリングでしか精査できてないんで、まあ、占い守れてなったら俺多分7番さん守っちゃうと思うんで、はい。そうですね。4-7どっちか護衛しようかなと思ってます。8番さん死んだったら本当に申し訳ございません。だなぁ。まあ、2番さんのもローンが立ってると言えば立ってるんですけど、全体的に8みたいな組み取りもあるんだから、2番さん叩いたんじゃないのかな、ミスを認めてるわけじゃなくて、叩いたっていうかね、
俺はこう、同列にしてちゃんと見ないのおかしいって言ってるんだから、まあ、1、2番さんで言えば2番さんが俺はローンは立ってないんじゃないかなって思いますけど、なんで火を認めたことになってるんだろう。はい、4番さんの指示に従います。以上です。俺は5番の解釈を4番のプレイヤーは発言してください。それ以上もそれ以下もない。はい、まあ、この村で、まあ、3番の乗っ取りを追ってる人が一人もいないのと、まあ、9番が彼らで3番が人外だったら、まあ、人外勝てばいいかなって僕は思っちゃうんで、3番さんは4、7ってどこで守っても別にいいとだけは言っておきます。で、9番つって、3番さんどこでも大丈夫です。負けりゃいいじゃん。もう9番があれ、はい、あれだったら。まあ、そうだな。まあ、占い師は基本的には9番が白で、明日占い師の勝負が来るっていう前提で占い師は決めてほしいかなって思ってます。はい。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。7番も7番で何も話してなかった気がするけど。まあ、8番だと何なんだろうね。1番とライン切り？え、ローだったら。え、5番には9番ライン繋いでるのプレイヤーが選ばれました。9番のプレイヤーは発言してください。いや、もう乗っ取りだったら知らないよ、もう。三役のうちの乗っ取りはもう俺ないから無理よ。目を閉じてください。9番をメモして、もう、やっぱね、こういうなんかね、変なね、思い入れがないような名前をつけてるやつ危ねえよな。ほんと、3D 人狼殺とか、殺腕で乱れた名前だったらまだいいんだけど。いきなりこの名前だと、信頼度が低いからね。基本は、マッチングの関係でも、たくさん人が入ってくるならケリだけど。まあ、いいんじゃない。荒らしてるっていうか、洗濯切ってる人とかは、メモしとけば。それがない人はちゃんとやってるってことだから。ほとんどの人はちゃんとやってるからね。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。霊守りかな。足守りだけはないわけ。3番守りのプレイヤーは発言してください。二角白。あ、2番さん白角で。まあ、こうなるよね。で一応7番さん守って、一応グッジョブだとは思われます。神市がおかしくなきゃ。味に7。そうですね。白角作ったってことで、7番さん狂人名はかなりキャンセルされるかなと思ってます。7番も7番で何のクレーシーさもしてないけど、気合で叩いちゃったんですいません。この人さっきのゲームを、占い、隠し白占い好きだよね。一つが、あたし白占い。まあ、1、5、6。それで、そうだな。こうなったらわかんねえじゃん。どうなんでしょうね。7、8、1じゃないってことこれ。あ、もう今日占い精査ですよね。まあ、愚直出てるんで、7番さん死んで自分は見たいなと思ってるんですけど、まあ、村部線どういうふうに評価されるかわかんないです。まあ、単刀直入に7番さんは、単刀直入にこう物事をおっしゃってた感じだったんで、まあ、自分的にはすごい印象は良かったです。どう判断していくかよくわからん考察を長々と述べられることよりも自分の言いたいことをはっきりおっしゃっていただいた方がまあいいかなと思ったんで、まあ、ナバーさんがロー強だったらマジで申し訳ないんですけど、それよりも、まあ、新名取りたいがあまりに、こう、考察を、まあ、例えば色、6番さん色落ちなしとか、色を隠してるって言ったのかな、なんか、全体的にぼやっと触れたような8番さんの方が俺はローメとか人外名高いかなと思ったんで、だから7番さん守りました。今日は4番さん守れますので思ってます。今日は7、8のランでお願いします。以上です。7番さんでグッジョブ出てます。4番
のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、じゃあ7、8選んでいきましょう。で、まあ、そうだね。まあ、6番とか、まあ、ちょっと1番とかも、一応多分今日の視点とか結構重要かなって思います。僕結構6番限界かなって思っちゃってるんで、じゃあ6の視点が聞きたいかなって思ってます。ああ。で、まあ7番、8番ランでお願いします。うん。そうだね。はい。5番のプレイヤーは発言してください。はい。7番の射撃って4だからね。正直俺昨日聞いた感じだと、まあ、7番さんは占ったところは白で出たら白だし、黒って出たら黒。あ、来た嵐が来たね。対策を練っといたから。割とフラットだなと思って聞いてたんだけど、まあ多分こういう状況、7番が見入るっていうことは、まあシンプルに7番さんがあんま小札落とさなかった。死んで、8番さんが狼、まあもしくは狂人っていう形なのかな。こいつは自己顕示欲が高い。思ったのは、まあなんかグレーに、二郎がいない理由がわかんない。5番じゃないよ。テンチャットの人物は。絶対に、アピールしないと気が済まない。5、6の時に、9番さんが釣られないから、ライン切りが、グレーに二郎の時は入るだろうっていう推移をしてたけど、ほっとこう。なんか8番さんが最後1釣りたいって言ったのが、それ8-1の絶対釣られないと思ってるライン切りっぽく見えるなと思って聞いてたから、もちろん1から単体で変な要素って俺は特にないと思ってるんだけど、画面見なきゃいいだけだから8番1から釣りたいって言ったから、ちょっとやるよ、9番が帰ってきたらとかじゃなく1を誰かに伝えないと気が済まない人物だ。割とライン切りで俺は画面見てないから関係ないよ、まあ、こういう形になってんのかなって思うから、割と8-1とかあんのかなっていう気はしますけどね。まあ、8番さんが狂人だった場合は、まあ、1-6しかないんだけど、それの要素は特に持ち合わせてないって感じかな。まあ、6番さん要素落ちないから、まあ俺もあんま落としてないと思うけど、6番さん黒いとか白いとかが特にないかなって思ってます。6番のプレイヤーは発言してください。はい。テンチャットは無視で。うん。はい。そうですね。あのね、8が真の場合って7、5、6、6確定なんですよ。ここだけ確定なんですよ。7が真の場合は、8、1、5、2浪構成ですね。8、1、5、2浪構成。だから、7、8が真強で、1、5、6、6の時だけ、一番怖いっていうか、1、5、6、6だったら、8番、強人か。ってことか。まあ、だからね、普通に、3番が7番持って8がローだったら、1番を囲ったのか、囲ってなかったら5番かってだけの話なんだよ。うん。8進の時だけ7号ローローなんだけど、8番が白だったら、それは一応追えばいいかな。普通に7番、まあ、新境なんじゃない？はい。うん。いや、全然テンチャットで、テンチャット見えねえな。普通に視聴者さんと発言してたしよう。うん。後で文字消せばいいから。のプレイヤーは発言してください。5日目に来たんだろうね。はい。まあ、8番行ってください。2日目だろ、2日目。明日俺いないと思うから、グレーで多分殴り合いになると思います。2日目に来たよね。2番さんに狂人がないことを願うしかないけど。自己顕示欲の塊だから。蜂の色見て、自分のアピールしたくて、人に迷惑かけても気がつかない人だ。この視点チャットの主は。みんな、主ね。まあ現状、フィーリングですしかないけど。うん、俺は5番さんが。かわいそうなやつだと思うよ。6番さん、1番さん。ゲーム楽しもう。勝っても負けても。どっちかにいるのか、もはたまた両方。ナンバーワンの誇りのために。5番さんが、白狼なのか。俺が色つけるのは1番か6番です。こんなことしかしない。とは言っておきます。大物とゲームしてもしょうがないだろう。よ、皆さんとゲームするんだよ、俺は。俺グッジョブだったらね。よし、はい、頑張ろう。8番のプレイヤーは、だって俺自体は見えてねえな、もうちょっと。
いくら打とうが。俺がチャット見えねえんだから。あ、全部の箇所でやってきてください。全部消してやめるから。何も拾ってないのに。俺偽で。ただ、8シーンもあるって。そうすると7号ロードだよ。自分の色を落とさせないと。8白だったら別に追うから。7番は俺しか、俺の黒しか打てないから。ちゃんと喋るよ。その上で俺に対する精査して、その精査が正しいのか正しくないのかっていうのでグレー精査した上で俺は占わなくちゃいけないんだから。もうおかしいんだよな。引っ張り出す上でもいくらでも喋るし、あの一番さんに関してだってその6号に関する7号ローローしかないんだよ、8シーンだったら。俺視点は簡単なんだよ。その上で1白だったんだよ。マジで言ってんの？これで3番さん自身が昨日の段階7番さん守るっていうふうな発言すれば、7番さん自身も神無しを選んだりするでしょ。全然あるでしょ。7、言論として何も言ってないからね。シンメトリー体から喋ってるって言うけど、うん、シンメトリー、頭使っとるわ。シンメトリー体から喋ってるのは別に新占い師も一緒や。5視点も完全に8釣りに来ようとしてる5人外の5、7ローにしか見えんけど、6はまだ再生差入れようとはしてるけど、ちょいちょいちょい。しかも7自身も結局グレーに対する精査を落とさないから俺だって叩けんし、このまま7番さんが謎の信用機で勝手に負けるのは俺やだよ。7号ローローだよ。いや、俺は黒打たれたら戦えばいいだけだから。ジャパニーズピーポー7いきます。1番のプレイヤーは発言してください。電車とは見てないから。まあ、厚切り黒野さんが出たところで、いや、5がね、まあ、今日変だったね。まあ、5番が、あの、8発生、8が1釣りたいって言ってるから、1があるんじゃないかって論は。僕、たんたん拾ってない。今、自分自身で言ってたけど。全然見えねえわ。8、1とかでさ、まあ、7番勘で出せばいいね。8って1釣りたいところなんじゃない。昔をアップさせれば関係ないんだけど。な本当に推理してんのかなって思ったけどね。あ、昔はアップさせれば。8が1白打って、これ1で8でライン繋いでて、で僕がずっと初週から8とライン切ってる。こいつはずっと打ち続ける。それでしか自分はビールに見えないんじゃない。かわいそうなやつだ。1の単体の上引っ張るとなんか8発生かなんか無理に繋げてる。テンジャットの最大の弱点。音を出せないんだよ。8が5にラムしてる。俺が見なきゃいいんだよ、テンジャット。そんな気にしても。で8。8.7 強の56とかじゃないの？終えるのって。まあ、6評価してるのは微妙だったけど。7がさ、なんか1か6、明日生きたい占うっていうのはちょっと微妙だったんだよな。これどっち死んだの？マジわかんない。いや、僕3等の乗ったら追ってないのよ。なんかめっちゃ役っぽかった、それだとするとさ、8、1か 8?5?マジどっちなの？5番次第だよね。7ってどう見てんのこれ。こっちも封じよう。全然言わないんだ、7。ああ、こっちも封じよう。いや、ちょっと。あ、こっちも封じよう。8芯ありそうだけど。何の文字が書いてあるかさっぱりわからないよ。普通、7キロのゴールドクとかなんじゃないの？違うのって。と思ったから、ごめん、8いきます。ごめんなさい、8番さん死んだったら。18がないってこと？これ。のプレイヤーは発言してください。18がないってこと？あ、8行くんですね。びっくりしました。7号？別に5番さんが今言ってたの、さっき言ってたのって、昨日は9を釣るっていうのが決まっている段階で8が1を釣りたいって言ってるのは、どうせ釣れないけれども、そう言っといてる。別に勝とうが負けようがゲームでいればいいから。一つでもストレスないでしょ。一番さん、めちゃめちゃ7。1か7の位置にから出てるよね。8、4に見えるけどなとまで言って、最後に駆け込むように8ですか。わかんないですね。8、1でこれこそライン切りですか。でも単体で言ったら僕は3番さんと違って8番が言った通り7って全然誰にも模索かけてないし、何にも話してないけどね。7番って白出たら白です。マジで何にも話してないけど、わかんないですよね。俺もそう思うんだけど。投票を始めてください。でもこれ7つって偉い目に遭いそうな感じがするけど、まあいいんじゃない。3番が悪いんだから。
ああ、俺知らないよ、これ。3番が悪いと思うよ。3番が悪いと思うけど。8番。でも普通に考えて、この状況だと8ずるしかないよね。基本的に。一応7号ロードあるから7番は1黒か俺黒だから。のプレイヤーは発言してくれる。発言してると思うけど、裏から守り位置は言わ、言っちゃダメなんだよ。明確に言っちゃダメなんだよ。走ってかなり精査してたけど、7番って何にも言ってないだろ。です、だから言っちゃダメなんだって。まあ、でもね、1強臭いよね。これで1強陣じゃなかったらあれなんだけどさ。7号ローローの可能性が大だけど、これ。ないっしょ。だって、初手の段階で6番さん自身、別に5、6ローローだったら、5、6って絶対色落ちないでしょ。だとすればもう7陣ならいいよ。7噛まれたらもう8、1か8、5だから2の村にかけて戦うっていう。あの、上げ足広いようなことして、5、6に着目を置くようなことをして、5は2周目ですねって言ってる方が、5、6、5、6だった場合に関しては、噛むのこれ。多分、普通に精査ミスると思うんですよね。まだ盤面は確定してないからどうなるか分からない。だから7強、5、6ってあんまり見えない構図だと思ってるから、1強なんじゃねえかなと思ってるけど。でも、集中してゲームでいいね。楽しいね。いや、でも、これラジオで聞いてる人ラジオも行くからさ、映像は別に、俺でもいいでしょ、ね、一応、最低限触れれるとこ触れて、わからないから、それちょっとふわふわした発言なんだけど、7番さんみたいに何にも精査しないよりは、ふわふわした、してても、561の目線を喋ってる方が良くない？だって、それでヘイト向けと俺、まあ、現状釣られてるけど、それで釣られるかもしんないってこと考えたら、まして直近の7が色落とさないんだったら、俺も色落とさない選択肢選ぶよ、普通に。それが新メトに来たから、お前人外だって言われたら、元も来ないんだけど。うわぁ、マジで。急遽であってほしいけど、一強臭いし、きついわ。きつい。めんどくさいし、8がローだったらめんどくさいから、もう、そこに票を合わせても。負けたら騎士が悪いってことで。だから、守り位置言っちゃいけないって、絶対に。守り位置言わないでしれっと守んなよ。あ、騎士が悪いんだから騎士のせいにすればいいんだ。これよりもね、ここに入れないでローだった場合にめんどくさいもんだって、もう霊能からロックオンされてんだぞ、もう。まあ、しょうがないんじゃない？ 7 号だったら、まあ俺に黒打ってくれれば戦えるんだよね。天チャットで大丈夫だね。終わったらアークナイツでもちょろっとで寝ようかな。と言いながら起きてるけどね。はっ。デッドバイデイライトもやってなかったからね。朝が来ました。でも原神がはかどってるからよかったよかった。いつも思う。昨夜死んだのは。おい。これなんだよ。ハチクロだろ。え、違う。7噛まれてねえじゃねえかよ。おかしいだろ、これよ。4番。のプレイヤーは7噛まれてねえじゃねえかよ。はい、8番白結果なんで、強人がいたらもう負けですね、7番以外に。で、まあ、今日は7番、村は7番投票をお願いします。で、いいのかな？何しろ？ちょっと待って。やっと見てねえわ。うん。そうだよね。だって、7番が新占い師だった場合は、7番連画見されるから、多分7番が偽でいいと思う。7号ローローでしょ。ええ。どこしろ？どこ黒？まあ、8神で1村人。まあ、1はね、最初初日から白いと思ってたんで、まあ、それに、なんか疑ってる8番の方が偽に見えちゃったっていう僕の視点です。2周目の1番ってめっちゃ白かったんで、まあ、その喋った喋ってないとかじゃなくて8番の1位のやつが僕と合わなかったかなって思っちゃったぐらいですね。はい。色がわかんねえんだよ。どこ何色かは。強人 CEO ないっぽいんで。多分9番が強人。
何しろだよ、マジで。8が強靭だった場合は、やっとわかんねえよ。何しろだよ。時は多分7が見せるからわかんねえ、唯一の難点が。どこしろ、どこ黒唯一の難点が。多分大丈夫かな。はい、7番処刑します。5番のプレイヤーは発言してください。そうね。まあ、16狼だったら7番襲撃されてるから、7番が、そっか、でも3番、7グッジョブって言ってたもんな。地紙したってことか。76狼で。76しかないもんね。そうだもんね。2番隠しろだし。1番さんは、7つだと生きてたら、多分俺って言いそうだけど、まあ、昨日の2番さんが言ってたことが全てだから、あの1番さんが8に対して言ってるから81で見たんじゃなくて、8番さんが9番釣り確定してんのに1から行きたいって言うから、俺は81に見えてってやつなんですね。そうね。6番さんもあんま予想出さなかったからな。8番が死んだったら7号確定ですってしか言ってなくて、まあ、結局6番さん自体は7に行くとも8に行くとも言語化せず、まあ、パス回してるから、なんかね、何も要素がないと思うんだよね。客観で俺と6番どっちの方が村っぽく見えるかっていう、そういう戦いになりそうですね。6番さん、6番さんもね、かわいそうだよね。9番強靭じゃなかったら。今日 PP 狙えるから、紙なししたってことだもんね。多分。7つって、もう俺、生きてる人全員にすり寄るから。7つった後に、6番さん投票してください、みんな。俺はすり寄りしかしません、もう。6番のプレイヤーは発言してください。7番のチャットが見えないんですよ。あの、何白か何黒かだけ言ってください。6黒なら7番いきますけど、1黒なのか、1黒？これ、1、1、5、ローとかあんの？これ、安易に7釣ると PP まであるぞ。これ、どうすればいいんだろうね。どうして7番噛まれなかったかなんだよね。7号ローローか、8が死んだら7号ローローです。はい。で、1号だから、7捨てしまえってことだったら7番噛んだ方がいいような気がするんだけど、1号だったら。いやー、これね、715、2路構成ですよ。7号か1号なんだよ、これ。すごい悩んでる。3番に言うけどね、あの、守りちゃ言っちゃダメよ。うん。7番のプレイヤーは、初日に、ね、発言してください。うん、実際に俺にグッジョブが出てるんだから、俺を残した方が強いよ。一番黒出ていて、5、6番に色当てたらわかるから。正直、5、6番、5、6、1番ってさ、なんで、わかんなくなる、ね、発言で、色が。4番さんは1番が白かったって言ってるけど、なんで7番って噛まないの？あと8番さんは喋れば喋るほど、こんな攻めしてんの？ただボロが出ただけだから。俺は喋っても喋んなくても俺が死んだから。7が、ただ信じてくれたらいいだけなんだけど。俺釣りはないよ。昨日決め打ってるから。7番してください。で、5、6番に色つけたらわかるから。7が死んなら、8番さんは強靭だったからいろいろ言ったんだろう。チャットに関してはわかりません。信じてほしい。また7番の位置からチャットが入るかもしんねえから。のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。8番さん申し訳なかったね。うん。7で、5、6じゃないのね。7、だから7、狼で地紙するメリットないと思ったから、7って僕あって強靭なのかなと思ったんだよね。だから7番強靭で置いた場合は、ほら5番、6番とかなのかなと。2番に白打って8番釣らせて強靭使用する。7番強靭の5、なんか6が5番に注目を集めて、なんかその、二周目とかで置かないから、5、6ないんだっていう論がちゃう。あんまし本当に噛まれたのか。これ申し訳なかった。8番さんに言ったこと。わかんない。5番、まあ、6は今日変だった。1号もなんか若干追いながら、
釣り位置悩んでるのが変だ。6番は1号を追うならもう1釣りしかないから、6がそこまで追ってるのに釣ろうとしないの変だ。1は初め、6は今日おかしかったね。1は初め、5番とライン切った可能性がある。いや、別に僕が8叩いてるかとかじゃなくて、なんだ、8、1だった時さ、8番が1番に黒を打って、7番噛んでるんだよ。8、1だったら。8、1だったら7番噛んでんのに、8の1白打ち、なんか弱くない?なんか僕、8、1とはなんか。なんで8番の白結果見せた?8番の白結果見せて何をしたい?8、偽ですねとか言って、ずっと7にすり寄っとけばいいから。なんで8番の白結果見せたい?ライン切りするにしてなんか弱いライン切り見えないっていう。5はライン切り。5を本当に整理してんのかなと思ったら5番僕怪しいんだよ。1号はラインを切って。あんな、まあ、今日だったら6の方変だった。はい。7釣ります。シオないとかも PB じゃないでしょ?じゃあ7番は5番の75か76ね。やばいな、これ75、はい。噛まれてないから75はあるけどね。明日考えようと思います。1号まであるっていうね。はい、7釣ります。2番のプレイヤーは発言してください。6番目線は1号か7号で追っているから、今日1を釣るべきか7を釣るべきかまだわからないっていう状態だと。5番は釣れるんだよ、俺の中で。5番確定陣内なんだよ。6番は1だから5番の話聞いてなかったわ。来ないのがおかしいっていうのはなんか僕の中では通ってないかなと思いました。はい。2番強靭?そうですね。あとちょっとタイミング逃したんですけど、自分強靭です。申し訳ございません。ちょっと最初出るタイミング逃して何言ってんのこれ。だから7ローじゃねえかよ。7ローじゃねえかよ。うん、あ、テンチャットか。7ローじゃねえかよ。出なかったら出なかったでどういう発言になるのかちょっと勉強させていただきました。一番さん釣ります。投票を始めてください。何考えてんの ?7 号ローじゃねえかよ。ありえん。知らないよこれ。2番がスムラで語ってんならダメだけど、7に行くしかねえじゃん。8死んじゃねえかやっぱり。7号ローじゃねえかよ。ああ、2番がスムラで語ってたらもういいんだよ、それで。終わりでいいんだよ、もう。だから、騎士が悪いんだよ、あれで。1番。何考えてんの、村が。選ばれました。は?なんで4番、なんで、1番って、1番投票してんの?のプレイヤーは発言してください。あ、多分ガチ強人でしょう。ガチ強人だと思ったから自投票した。いやー、ごめん。八番さん申し訳ない。だから、7号ロールはあったで。夜が来ました。目を閉じてください。なんで自投票してんの。戦えばいいじゃん。まあいいけどさ、普通に発言って芯取ってたのになんで。だから守ってるとあれがあるんだっつってんのに言うこと聞かないんだもんな。騎士が初日に守りじゃ言わねえんだよ基本的に。でしれっと7番守んだよ。そうすればこういう7がローって発言皆無だぞ。7番って村でもう二強人だから PB だからめんどくせえから終わったってことだと思うよ。普通に考えたら7の5ロールはあったけど5番の投票がもう7号なんでしょうこれ。7番って発言何にもしてないけど、それで芯を見て7番守りますっていう騎士がもう先般でしょう。簡潔に言うと7が7号ロールならああいう時言わないの。言うとこうなるから。これお勉強ね、みんなね。7番ローに操作されるから。4番。7号ローロ。8番が死んだったよね、このゲーム。ゲーム終了。人狼の勝ちです。まあいいんじゃないもう。2番強靭しよう。